直近の北海道戦も2試合で30得点、佐渡原亮、千葉から加入の内尾総理、そしてジャスティン・ハーパーにインサイドの柱ショーン・オマナというスターティング、ブラジル代表、まさにオールラウンダーレオナルド・メインデル。今シーズンここまでスリーポイント 70.6%、 絶好調、そして驚異の身体能力、小坂部大輝です。波里です、すぐに切り替えて小坂部がつきます。波里ハーパーのスリー来ました。キーパーなんですよ。7分の1、ちょっと確率出てこなかったんですが、ここはしっかり決めています。笹山です。安藤2本目、さあどうだ、来た、ここもグダイティスがハイピックを仕掛けます。グダイティスから小坂部、内をアンダー対応、ショットクロック残り1秒、時間がない、来た、このタイムアウトでどういう風な流れになるかですよね、はい、こう意図したような形で、ね、オマラハイピック、左コーナーには佐野原スタンバイ、パーパー合わせに行く、オマラ掴んでダンク、ミスパスだったんですけど、戻ってきましたよね、はい、この辺もね、さあここはまた入れ替わってテーブスがボールを運びます。波里がつく、最初のピックアンドロールからキックアンドダイブ、サイズ、安岡からオマラ、内尾です、オマラがスクリーン離れていく、内尾からそのオマラ、うわ強い、ここもオマラの存在感、サイズまだショットクロックあります、残り7秒、今度はメインデルとサイズのピックアンドロール、メインデルバックパック、少し時間をかけさせた、メインデルが行く、スピードのミスマッチ、メインデルとバッツ、これ入れないと危ないんですよ、メインデル、ここも仕掛けるメインデルスクープショット、さあ今度は涙とのスリー、これも来た、さあ2点差、安岡残り5秒、安岡、あっとロスターのシュートコンテスト、そして残り10秒、ショット加えてこの後もアルバルクのポゼッションでゲームが再開します。ファールゲームというあの決めて2ポゼッション差に持っていける、これは決めて2ポゼッション差、残り 14.9 秒、4点差、時間がもう2秒1秒ってなってしまうので、まだファールだけしないことですかね、はい、安岡のスリー、それてメインデル掴んで試合終了、今シーズン最初のミッドウィークの